剛々たる批判の中でその去就が注目されていた荒船運輸大臣は10月11日ついに辞職。その時書いた辞表はポケットに毎日持っておりました。関係上くしゃくしゃになりましたので、改めて今朝辞表を書いたのでございます。去る8月の改造人事で入閣し、思わず頬をつねったという荒船新大臣。しかし選挙区深谷駅の急行停車に端を発し、八方破れの言動や職権乱用が次々に明るみに出たため、佐藤総理も異例の大臣更迭に踏み切ったものです。私は報道されておることがですね、全部正しいと思っておりません。翌12日、社会党は総辞職と解散を要求、追い打ちの気構えを示しています。